CGS オーガの皆様こんにちは神谷宗平です本日も変容する中国のシナリオ番外編ということで前回前々回に引き続き長尾孝先生にお越しいただいてます長尾先生よろしくお願いしますどうぞよろしくお願いしますありがとうございます えー、ずっとです、ね、この2回にこのマスコミと政治家が隠蔽する中国という5月1日に発売されました永岡先生の本に基づいていろいろ話を聞いているわけですけど、まあ、前回は尖閣の問題をお聞きしましたが、まあ、私もう一点この本の中ですごく印象に残ったのはやっぱりチベットとかウィグルの問題なんですよねもう私たちが生まれる前のお話なので本当に今の日本人ほとんどその実態を記憶もしてないし意識の中にもないんですけど実際本当にある日急に。 えやってきたとということで私は初めてこの問題に関心を持ったのはあのブラッド・ピットが出ていた「セブン・イヤーズ・イン・チベット」という映画で最初も私フィクションだったのかなと思ってたんですよ若かったのででもどうもこれ実話に基づいて作られてるということで衝撃を受けたんですけど先生はこのチベットやウイグル内モンゴルの問題どのように考えておられるのか,なか。平気ああでヘッチャラで独立国に対してあの侵攻をしててを、はい 引き金引いて民族浄化をするということは、ま平気でやるこれはもう中国共産党でいい悪いではなくそういう性質のまあ集団だというふうに理解をしなきゃいけないですよ。もう大中華思想、もうとにかく世界の中心は中国なんだということを普通に考えている人たちだから資源があれば。 当然そこに進攻していくでしょうし、はい、たまたま中国の領土だったその周辺各国に、えー、豊富な鉱物資源のあるチベットがありウイグルがあり南モンゴルがありということだったんだと思いますね、はい、あとはもう特にウイグルについてはあの核実験の,、はい、あの現場になってしまっていますし。はいえー 中国共産党がウイグルで核実験を行っているそこで、えー、多くの人たちが一瞬にして命を失っているなんてことを事実なのにマスコミは全然書かないですよね、はいはい、もう1回、2回じゃないです、ね、何十六回46回190万人の方が被爆をしていますので,です、ね。はい でもそこでねやられたらやっぱり偏西風に乗って物質飛んできますからそうですただから日本こそ、はいえー、唯一の被爆国であるならば、はい、そういう行為をね、うん、許したらいかんっていうふうにね、はい、なぜ言えないんでしょうかね、うんうん、中国に対してね。はいえー、それをねやっぱりウイグルのラビア・カーデルさんとは去年ずいぶんご一緒させてもらいましたけれども、はい、総裁はやはり日本にこそそういうことを 訴えてほしいということを僕らに切々と言ってましたね、うんはい、もう臓器売買なんかも平気で行われていますからね彼らからしてみたら日本が頼りですよねそうです日本が声を上げて、うんはい、それでも国連のね人権委員会の中で中国はまたあの人権理事国になるというこの理不尽なね、はいえー、ことについてもおこの本にもちょっとあの魂込めて 書かせていただきました矛盾あねまあ僕は国際連合って戦勝国連合だと思ってますんで, <laughs> です、ね、まあね中華民国が当時入ってましたからいつの間にか旧中国共産党に変わってましたけども、うんうん、まあそれだけやっぱり常任理事国の力が大きいんだなと思いながらまた今その常任理事国の間でもねロシアとアメリカがちょっと揉めてますでしょそうなるとやっぱり何もしなかった中国はですね、うん、こうすごくポジションを上げてるわけですよねす、うん、国際的には。うん んのでまあそういう現状の,まあそのクリミアの問題とかを見ていくとうんやっぱりなかなか中国国際舞台ではうまくやってるなというふうに感じてしまいますけどやっぱりその中国に対してウイグルまあ歴史を下がるのね。ウイグルチベット内モンゴルやっぱり急にやってこられたので備えができてなかったっていうのを映画を見ても思ったんですよで現地の方々に聞いてみてもやはり自分たちは無警戒だったと。 いいう,うにおっっしゃっていてでもそれってなんか今の日本にすすごく当てはまるるんですよね,ですね、はい、おっしゃる通りだとから、えー、今ねこの本にも書いてありますし私もいろいろこの番組に出ていてある先生方だとやっぱり中国の今経済が非常に危ない状況にあると、うん、まあ言ったらもうバブル土地バブルで投資バブルでだけども、まあ、どっかで破綻くるんじゃないのと。 なった時にやったにやぱりその破綻するということはお金がなくなる利権がなくなるということですから、うん、利権がなくなれば利権でまとまってる人民解放軍なんかがあ、ねまあ、人民解放軍といえば軍閥みたいに分かれてますしあとあそこは、ね、会社みたいなもんですから、はいうん、で失業者が出るとまたその人たちは暴動を起こしますからね。はいえー 悪循環の一つの切り口になあの出発点になってしまう、ねまあ、中国はもうね、5000年の歴史とか僕はたかは70年の歴史だと思ってますけど、あの、うん、まあ仮に5000年の中国大陸の歴史を見れば、大体、うん、い,い,いつもですね、政権末期に暴動が起こってきて潰れていくと。で,うん、で、それるといつもですね、もう難民が出るじゃないですか。そういう場合、今13億14億とか言われている人口の中で内紛が起きて、仮に難民がもし 出てきた海に出てきた時に日本は断れるんですか、ね、断れれるでないでしょうねまず難民という部分の前に移民政策というのはやっぱり今ちょっと内閣府政府の方で議論され始めていますが、はい、まあ私は極めて慎重であるべきだというふうにあの思っているんですけれども、はいはい、難民というのはですねこれあの人道的にがさっとこう押し寄せてきたら断れないですよね。うん、かといって 断らななきゃいけないけじゃあそういうことを今日本政府が想定しているのかといえば少なくとも想定していないというふうに思います、うんはい、まずは中国はまず破綻するなんてことを前提で、えー、考えていませんし、うん、本人も書きましたけれども、はいおまあ、例えば内紛が起きた時に、えー、中国で働いている日本人は13万人。はい 彼らをじゃあどう救出するのかっていうような議論についても、うん、お法整備は全くできていませんし、はい、まずじゃあ自衛隊が助けに行けるかっつったら、うん、助けに行けない、はい、わけですしね。うん、まあえてそのこの本の本中でも 難民が押し寄せてきたらどうするんだっていうことについては、はい、私は自分がまた国政にまた神谷さんと一緒に国政で働くことがあれば、はい、その時に我々の課題だという部分で、うんえー、結論をあえて、うん、出さずに問題提起にとどめました、うんはい、ただ僕は間違いなく移民問題特に難民問題というのは、はい、どこかで日本政府どうするのっていうふうにのど突きつけられる瞬間が来るんじゃないかなっていうふうに、はい 思ってます今から準備が必要です。やはり今私たちなんかは意識にあるのはやっぱり環境問題なんかは結構ね女性の方なんかも、まあ、あれ福島のねああいう事故でも相当皆さん神経質になっておられるぐらいですから、うん、まあ僕はそれ以上に中国から飛んできてる方が多いだろうとずっと言ってるんですけどそこには少し最近、ねまあ、福岡福岡国内の事故のきっかけに皆さんの意識環境問題向き始めましたけど、うん、そういうね 向こうで内紛が起きた時の法人の救出。それから難民が来た時の対応どうするんでしょうね。本当にどうするんでしょうね。おそらくね。海が防波堤だったので、はい、そういうことを考えなくてもいい時代だったんでしょうね。はい、だけれども、今は物理的に非常にこう。もう海があろうとも近くなりましたのでね。はい、しっかりそういうことは考えていかなきゃいけないというふうに思います。はい、うん。 いやあのベトナム戦争の時もも、ねうん、問題になりましたけど、ね、あの時と規模が違いますからね仮に10分の1来ても日本人と同数の難民がという数ですよね。そうですね、まあ、本当にそういう問題提起され、まあそれは中国のシナリオにはないでしょうけども、うん、こっちのシナリオとしては持っておかないといけない、ね、テーマであるこちらのシナリオと。して、ね、はい 難民のみならずあの経済的に、ね、やはり中国があの破綻した場合に僕はまあ直接的あまりあのリーマンショックみたいなああいうあの大打撃というのはないだろうと、はいまあ、専門家の方々も大体そういうことをおっしゃってるんで、はい、私もそうじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、繰り返しますが日本人をどう救うのか、はい、押し寄せてくる難民にどう対応するのか、はい、ということは 今から我々がね、はい、ま今在野にいますので、はいはい、この番組をね、はいえー、通してご視聴の皆さんの地元の国会議員にそういうことは考えてるのかというようなこともね突きつけてもいいんじゃないかなという気はしますしす、ね、突きつけるのが僕ら在野の責任かなという気はいたしますね。 本当にその通りだと思いますですからね、まあ、私もちょっとまあしゃべりすぎだと、ね、次の選挙を考えたらもうちょっとねオブラートに包んだ言い方でっていうことを親切で、ねうん、言ってくださる方いらっしゃるんですけどもいやああ俳優だからこそあえてね私なんかも CGS ではもう歴史の問題とかきっちりあの日本はね七十年負けたんだということをまずみんな通説にねもう一回受け止めて。 そそしてこかから次をどうするのかともう一回別にアメリカ戦う人なんか絶対ないし、うん、仲良くしていけばいいんですけど現状認識をきちっとしないで,で、ね、単なる有効有効というのでは次のビジョンをかけないよねと。うんうんうん いいいうここととをずっと言わせててただいてますしこれをやっぱり蓄積があってこそ次何か自分が責任任されたときに、うん、いろんなことが、うん、あの形になっていくと思うので、うん、ぜひ今後もですね、まあ、先生中国今回テーマですけどもそれ以外のもちろん取り組みもされてると思いますんで,です、ねえー、どんどんこういった言論活動もしていただいて、えー、いま,また機会があれば、えーはい、番組も出ていいたただきたいと、えー、今ちょっとお話聞いて思ったのは、はい、認識していなくてできないんだったらまだ分かるんです。 政治家も一部のマスコミも認識していて、何もしてないで。はい、そちらの方が僕はね、あの悪質だと思います。はいうん、何も知らなくて、やれないんではなくて、知ってて、やれてない。っていう部分においては、ね、はい、一緒にあの憤りを共にしましょう。そうですね。<laughs> 本当に一部の人はきっちり知っている。で,でも、多くの人がやっぱり、えー、まあ隠蔽という言葉はきついですけれども、されていて。 意識の外にあることを意識の中に入れていく活動をダイヤでやっていくということで、でねででね、はい、今後ともここ頑張りましょう。はい、頑張りましょう。今回ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。